黄色ランエンディアセンベはカメルーンやウンデ出身のサッカー選手。U.S. ブローニュー所属。ポジションは GK。2004年から FC 南んのユースチームに所属し、2007年にトップチームに昇格した。なんとのリーグで降格により、2009年にバランシエンヌ FC へレンタル移籍。ニコラ・プヌトーとポジションを争い、17試合に出場したが、 レギュラー獲得には至らず1年で復帰。2011年より AS ナンシ C に完全一席。当初はダミアン・グレゴリー2の控えだったが、第5節のアージュオセール戦で移籍後初出場を果たすとその後はレギュラーに定着した。2009年12月23日、アフリカネーションズカップ2010のメンバーに選ばれ、これが代表初招集となった。 2010年5月25日にジョージアとの親善試合で代表デビュー。5月29日には南アフリカ W 杯のメンバー23人にも選ばれた。しかし、本大会ではスレーマンハミドゥ、イドリスカルロスカメニに次ぐ第3次 EK となり、出番がなくチームも参戦全敗でグループリーグ敗退となった。ありがとうございます。